皆さんこんにちは、ひらたつ TV のひらたつです。この動画では3月10日日曜日のレースについて予想していきます。ぜひ最後までご覧ください。本日予想するレースはこちらになります。推奨馬の解説と買い目の公開まで行っているレースが、中山11レースのアネモネステークスと中京10レースの昇竜ステークス、どちらも3歳戦になります。で、今回推奨馬のみ公開は2レースとさせていただいてます。で、こちらはまあ昨日から始めている、まあ、試みですが、まあ、普段予想している中で、まあ、予想公開にはちょっと至らなかったけれども、まあ、予想はある程度組み立てて考えましたっていうのが結構何レースか普段あるんで、まあ、今回もそこから抜粋して最後2レース、まあ、雑談程度に語らせていただこうかなと思ってます。まあ、本当に暇な方だけ最後は見ていただけたらと思いますので、まあ、ぜひご覧いただけたらと思います。それでは早速いってみましょう。まずは中山11レースアネモネステークスからですけれども、こちらはですね、少し穴目の馬から入って、相手広めに流すという形でいこうと思ってます。というのも、やはり中山の馬場状態がですね、まあ、金曜日の発表時点よりは、少し回復というか、乾いて含水率は低くなりましたけれども、まあ、依然として重馬場で、かつ写真を見るとというか今日のレースを見るとですね、馬場状態も特に4コーナー、あたりはですね、ものすごく内側剥げてきてっていうのが目立ってきてる形になりますので、まあ、結構タフで、かつもう前残りではなくて、ある程度差しも決まるような馬場状態になるんじゃないかというふうに思います。でアネモネステークス、さらに明日のメインレースですから、まあ、そういった傾向はより強まっているのではないかっていうのを前提とした上で予想をしました。でそのように考えたときに、私は本命、今というか、まあ想定では、まあ、7番人気から9番人気ぐらいと出てますけれども、コスモディナという馬にしました。とこの馬、前走、G3 のクイーンカップに出てましたけれども、まあ、自力は評価していながらも、そのパンパンの両馬場での東京だったんで、まあ、切れ勝負は向かないような馬なんで、前回は買うの見送ってました。で、まあ、馬場が絞れば、自力はあると思ってるんで、買いたいなと思ってた馬です。で、今回ここに出てきてくれたので、買いたいなというふうに思ってます。まあ、過去のレースを見ると、ややおもの札幌でも何走か使われていまして、そういったタフな条件の中でですね、破ってきた相手っていうのが、やはり強くて、朝日杯で展開向いたとはいえ、まあ、5着に突っ込んできているタガノリュードですとか、まあ、ファンタジーステークスですね、去年の2歳戦の G3 で2着するドナベティですとか、まあその後ダートのレースになりますが、オザギリス賞を勝利して勝ち上がっていくノバエクスプレスなどを、まあ、札幌で破ってきたわけです。まあ、なので自力的には今回の本当にメンバーの中では別に重賞級というようなメンバーが集まったわけでもないですし、まあ、シンプルに自力でいくと本当に上位5頭ぐらいに入るものはまず持っているというのが前提にあります。でその上でやはり本命としたのはやっぱり馬場、そして展開面というところになりまして、まあ、やっぱり今回不良馬場、不良というか重馬場ってなっている中で、このコスモディナーはダノンバラード3区で、かつこれまでの戦績を見ても全く切れる足っていうのはないけども、まあ、タフな条件になった時に相対的に浮上するという形のレースをしてきてます。でそれに加えて今回展開も向きそうで、結構、先行から逃げの馬が割と集まった印象、ショート数にしては割と集まった印象で、馬場が渋っている中でも案外スペースが流れる可能性あるなというふうに思ってます。でそうなった時に、ただでさえ馬場はもうイン前有利というところからは少しずつ、荒れてきて変わってきている中で、ペースもちょっと流れそうとなると、まあ、後方からの差し効くんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、穴からですけれども、この馬から入っていきたいと思います。で次に対抗評価、迷いました。どの馬で迷ったかっていうと、まあ、サクセスカラーとそのキャットファイトとラブスコールで迷いました。なんですけれども、結局サクセスカラーにしたわけですけれども、まあ、その迷ってたそのものっていうのが、まあ、逃げ馬先行馬の中から買うのか、それとも展開が向きそうな差し馬から選ぶのかっていうところで若干迷ってまして、で最終的に、まあ、判断した理由なんですけど、まあ、サクセスカラーはやっぱりその血統的にですね、こういった、まあ、かなり重たい馬場になってるんで、そこが向くんじゃないかと思ったということです。で他の2頭は、展開的には差し競馬で向く可能性はあるんですけども、まずキャットファイトっていうのが、
まあ、これまでのレース中山でレコード勝ちしてるっていうところからも分かりますし、まあ、かつやはり父ディスクリートキャットで、まあ、母父パイロット、結構その、まあ、ダートはもちろん走れそうダートケットなんですが、どっちかというとそのパワーというかスタミナっていうよりスピードよりの印象がありますよね。それをまあその実績としてもそういったものが見られるというところで、今回かなり重たくなっているのはプラスに働くかというと、まあ、そうではないなっていうふうに僕は思ったので、まずそこでまずキャットファイトとサクセスカラーだと、まあ、そのサクセスカラーの方を選びまして、で次にラブスコールドゥラメンテ3区ですけれども、やっぱりドゥラメンテ3区っていうのはオモボバ普通に他の3区よりも全然走ってくれる勝負場ではあるんですけども、ただこのラブスコール割と切れる足ももともと持ってて、どっちかそのものすごくオモババの方に振り切った客室ではないとは思うんですよね。でかつ前走のそのフェアリーステークスを見ても、本当にインで足を溜めて直線でキレを発揮するっていうような、そういった競馬をしていると考えると、まあ単にドラメンテ3区はオモババ走るよねっていうところではやはり変えない、過去の戦績や走り方を見る限り、まあ、若干両馬場とかでも行けて、まあ、ある程度キレもあるっていうようなタイプの3区なのかなというふうに思いましたので、まあ、今回、逃げ馬でちょっと潰れてしまう可能性もあるんですけれども、その血統的にやはり一番向くであろうこのサクセスカラーというのを対抗評価にしました。でちゃんと走れる自力があるのかっていうところなんですけど、まあ、そこは、まあ、あるというふうに判断しました。このままの初戦の内容っていうのは僕はあまり評価していなくて、結構展開が向いて、本当前残りの馬場の中で、前半スローで、後半徐々にペースを上げていって後続を突き放すっていう形で、まあ、本当に逃げにとっては理想的な展開で勝っていたんで、そこまで評価はしてなかったです。ただまあ前走、のクイーンカップを見て、まあ、自力的にそこまであのマイナス評価しなくていいなっていうふうに思いました。前走も結局東京前残りの馬場でそこで逃げての4着だったんで、展開は向いたは向いたんですけど、ただペースを見ると超スローに持ち込んで最後残したっていうわけではなくて、まあ田辺騎手らしくその11秒台後半ぐらいのラップをですね、タイトに刻んで、まあそういった中で逃げで4着という形でした。でまあ重賞となるとまあ厳しいとは思いますけど、今回のメンバーレベルを考えると自力的には別に、まあ、この馬も上位5頭に全然入ってくる馬なのかなっていうふうに思いましたので、まあ、それにプラスして先ほど言ったように、血統や展開はちょっと分かんないですけど、血統と馬場適性の後押しがあるんで、まあ、今回はこの対抗評価という形にしました。で、まあ、今回ちょっと人気薄の方から入るんで、相手は広めに流そうと思ってます。まあ、キャットファイトとラブスコールに関しては説明した通り でテウメッサはまあハービンジャー3区で、渋った馬場向きそうとは思うんですけど、まあ、結局やや重とか量だけど上がりかかるみたいなところがやっぱりベストなのが、やっぱりあのハービンジャー3区の印象で、かつハーシチがまあ金亀ですから、別にそこまでオモを得意とするかというとそうではない気もするんで、相手までに留めてます。でソルトクイーン、スプリングノバ、エリカスティームに関しては別に馬場適性もあっていいとは思ってます。であと、自力的にも悪くないもの持ってますが、まあ、客室的に先行馬なんで、どれが潰れてもまあおかしくはないなっていうところがあるんで、まあ、相手にまあ3頭入れてるという形になります。これでアネモネステークスは以上になります。次に中京10レース昇竜ステークスの予想になります。こちらはまあダート 1400m の3歳戦という形でして、まあ、これまで未勝利ですとか1勝クラスを勝ち上がってきた馬たちの評価をどうするかという形のレースになります。で今回メンバー見ると、まあ、消灯数というのもあり、かつ、まあ、そこまで先行馬たくさんいないのでペースは落ち着きそう、そこまでハイペースにはならなそうだなというふうに思いました。まあ、なのでそういった展開も込みでこの本命から3番手評価までの順序付けをしてます。その上で見ていくと、まず本命はジョージテソーロという馬にしたんですけども、この馬はその展開とやっぱり自力っていうところから評価しました。展開的には今言ったように消灯数でそこまでハイペースにならなそうで、基本的には前が有利っていうふうに判断したんでこちらにしてます。で、先行しそうな馬でいくと、このジョージテソーロとフラムリンガムの2頭がいまして、まあ、有力馬の中ではですねこの2頭がいるんですけども、まあ、どっちを軸にしようという形で迷った結果、まあその
これまでの成績にムラがないっていうところと、まあ、過去オープンでも構想歴があって、さらにその相手関係を見てもですね、その後もですねオープンで構想することになるアマンテビアンコ、ですとか、展開はあに対してですね、展開はその割と速いペースで流れてたんで、差し馬であるその向こうに向いた中で、このジョージデソーロは4分の3馬身まで、粘っていたっていうところもありますし、まあ、さらに後にその1勝クラスで、また構想することになるそのアンクエンチャブルオの、持つをしのぎ切る、まあ、など、まあ、相手関係的、今までやってきた相手関係的にも別に相手関係弱くてやれていたっていうような形にはならないので、まあ、今回別にそんなに激しい展開にならなそうで、普通に逃げれて実力発揮できそうとなるのであれば、この馬から入っていいんじゃないかなというふうに思いました。で、2投目に挙げるのがナスティウェザーという殺し馬なんですけども、一番自力を評価してたのはこの馬になります。まあ、ただ今回、まあ、そうですね、若干前の方が有利な展開になるのかなというふうに思いましたんで、2番手評価に留めてます。まあ、この馬の特徴はやっぱり直線での反応の良さっていうところと、キレですね、加速力、そのずっとコーナー追っつけたりとかしなくても直線でビュッと加速できるのがダート馬ながら持ってるなというのが思います。で、まあ、今回ペース落ち着きそうで、そこまで縦長にはならなそうなんで、キレも発揮できそうですし、まあ、そういうような前がしっかり見える展開の中で、やっぱりそこを捉えるのを逃さないっていうのが、やっぱりルメール騎手なのかなっていうふうに思いますんで、まあ、こちらも結構安定で走ってくるのかなと思ってます。でさらに前走京都で構想してて、で今回は急坂がある中京という形ですけれども、まあ、これまで阪神で構想した成績もあって、かつそこの相手関係も別に超弱かったとかっていうわけではない中で、しっかり、まあ、急坂でやれることを証明済みなので、まあ、ここも安定して走ってこれると思います。まあ、実際本命にしても良かったんですけど、やっぱり前がどうしても、基本的にはダートは前の方がその副勝率っていうのは高いじゃないですか、どんな条件にいってもっていう中で、やっぱりそうですね、あえて差し馬からにするには、やっぱり展開的にペースが流れそうとかっていうのがないととか、まあ、超自力が抜けているとかがないと、そこにするのは難しいかなと思うんで、そこまでの差が、まあ、ジョージ・デソーロやフラムリンガムと離れてるかっていうと、私はそうは思ってないので、今回はまあ対抗評価に留めてます。で、3番手はフラムリンガムで、この馬一番人気多分しますけど、まあ、これまでやってきた相手関係、この馬も弱くないです。未勝利戦で負かしてる相手っていうのもめちゃめちゃ強かった、ほとんど、その後出世してった馬たちでして、でさらに、まあ、前走、7馬身差つけて勝ったネグレスコという馬も、その次のレースでその馬自身がその1勝クラスを勝ち上がるという形ですんで、まあ、この馬も自力にそこまで、疑いはないなというふうに思いますんで、まあ、超ハイペースとかになるとこの馬地味にもろかったりするのかなって思うんですけど、まあ、今回の展開であれば馬圏内は十分見込めると思っているので3番手にしました。で、相手に関してはペッパーミルとチカッパとアイアムユーシュンにしてまして、まあ、あと最後の2頭はまあ普通に1勝クラスでも割とまあまあ走った戦歴があるんで、まあ、そこまで説明不要かなと思うんですけども、ペッパーミルに関してはまあ、おそらくフロックだとは思うんですけど、東京で勝ったレースがですね、本当にハイペースでこの1頭だけ最後直線突き放して他の先行馬が沈んでいく中で、後続の差しをさらに突き放す形で勝ってるっていうレースをしてるんで、まあ、ここは一線、切るんではなくて、一旦相手には入れて様子見をしようかなというふうに思ってます。で、買い目に関してですけれども、まあ、3連複で、まあ、ジョージ・デ・ソーロ、まあ、フォーメーションでですね、ジョージ・デ・ソーロが1列目で、2列目に、まあ、ナスティ・ウェザーとフラムリンガムを入れてという形で買っていこうと思ってます。これで昇竜ステークスは以上になります。では最後に推奨馬のみ公開のレースになります。中山1レースと3レースで、推奨馬を上げますが、中山1レースに関しては、5番のフォートボヤールという馬にしてます。まあ、この馬簡単にだけ説明すると、評価したのは、点の速さと、まあ、前走の内容の2つです。まあ、前走かなりハイペースだったレースでこの馬走ってるんですけども、本当に最初のサンハロンがですね33秒8っていう、まあ、中山の1200の中でも割と速い方で走ってる中で、この馬ほぼ追っつけずに本当馬なりでその先行集団というかに、まあ、ついていった形なんで、まあ、かなりスピードはまず持ってると思ってます。で、今回も先行できそうだと思います。
それでまず1点プラス でその上でやっぱり前走それだけのハイペースだったわけですから、そこでのまあ、6着の負けっていうのは、そこまで悲観しなくていいと思うので、まあ、今回一番人気とかにならないようであれば別に普通に買えると思ってるんで、ここで上げさせていただいてます。次に、中山3レースの方になりますけれども、こちらは、15番のプルナチャンドラにしてます。でこの馬を、この馬自身のその、まあ、線で見ていったときに、まあ、初戦でまあかなりいい足を使って、本当アニマルキングダム3区らしい本当鋭い差し足というかを使って、中山で3着に来ている。で前走東京代わりで、まあ、その差し足がより発揮されるのではないかっていうのが、まあ、あった中で、まあ、横山和夫騎手、先行策を取りまして道中3番手で進んで、まあ、結局差し馬にかわされて4着だったというレースになります。で今回も横山和夫騎手、継続騎乗なので、おそらく若干控えて乗ってくれるんじゃないかなと思ってます。でそうなるとやっぱりアニマルキングダム3区で構想してるパターンってほとんどもう足を生かしたものが、まあ、今の3区のデータを見るとほとんどがそうなんで、そっちの方がいいんじゃないかと私自身も思っていて、今回そういった競馬をしてくれそうっていうのがまず1個あります。でその上でそういった競馬をじゃあして、馬券内に届くのかっていうところなんですけど、実際今回出てる馬たちでもですね、これまで何回か連帯したことあるとか、前走か前または前戦走3着だとか4着だった馬がゴロゴロいるかっていうとそうではないレースなんで、まあ、もちろん中には走ってくる馬絶対いますけども、まあこのプルナチャンドラ普通に実力を発揮して走れば、まあ、馬券内には来てくれるんじゃないかというふうに思ってますので、ここでは推奨として挙げさせていただいてます。とこちらで、まあ、予想の推奨馬というか、まあ、解明だとか推奨馬の公開というところは以上になりますけれども、まあ、ここからは本当に、まあ、お時間のある方とか、まあ、競馬についてもう少し話したいという方だけちょっと聞いていただけたらと思います。今回予想したけどもちょっと公開には至らなかったっていうようなレースについて、まあ、若干雑談程度に語りますので、そちらに行きます。まあ、まず、今回見送りにしたのは中山5レースですね。芝 2000m のレースですけども、結構このレース注目していた馬がいて買いたいなと思ってたんですが、まあそうですね、それぞれ不安要素があって公開には至らなかったっていう感じになります。注目していた馬3頭いて、1頭目がその8番のグランアトミカっていう馬で、前走がですね、新馬戦でしたかね。で、3着に構想していて、まあ、この前中山の3歳1勝クラス のレースを勝ったですね、クリスマスパレードっていう馬が勝ったその新馬戦だったんですけど、そこでまあ3着した馬がこのグランアトミカになります。でこの内容を見ていく と、前半はスローペースで流れて、で後半、ペースアップして後続を突き放していくっていう形で、まあ、先行勢にとってやっぱり理想的な展開だった中で、まあ、この馬は道中、10番手ぐらいから進んでですね、追い込んできたという形で、1頭だけ、上位に食い込んで3着に来たっていう形でしたんで、まあ、自力は普通にあるなと思って見てました。で次走、中山また出てくるのであれば買いたいなと思っていたんですけども、前走マーカンド騎手乗ってたんですが、まあ、マーカンド騎手自身もそこまでそうですね、中山上手かというとそうでないと僕は思ってますけども、ただ今回ちょっともう、乗り換わりで島田騎手ということで、なんか芝 2000m で、島田騎手で来るっていうイメージがどうしてもちょっと私は、まあ、つかなくてですね、もっと短距離、だとか本当スプリントの芝だとか、そういったところの思い切った騎乗で穴を開けてくれるっていうような印象がある騎手なんで、まあ、ちょっとこういうと 2000m で穴を開ける騎乗っていうのはなかなか想像ができなくてですね、まあ、かつ逃げ馬でもないですし、グランアトミカ仕掛けどころっていうのも今回不良馬場で大事になってくるっていう中でって考えると、ちょっとそうですね、推奨馬として公開するには至らないのかなというふうには思ったんで、一旦見送りとしてます。まあ今回普通に馬場が合わなくて負けるとかそういう可能性も全然ありますし、まあ不良馬場重馬場ですから、まあ、展開のあやでちょっとハイペースなのに先行してしまったとか、なんかそういった形になれば普通にパブ負けると思うんで、そうなると次走普通にかなり狙い目だと思うんで、まあ、ここまた引き続き注目していきたいなと思ってます。まあ、むしろ
構想してもらうより、そういった展開になる方が次回の馬券的には美味しいのかなと思ってます。であと2頭、注目してた馬いるんですけど、まあ、観点としてはその血統とか馬場適性的に注目していたっていう2頭で、まあ、それがウィンドラートっていう馬とハイランドっていう馬になります。でウィンドラートに関しては初戦東京で走ってるんですけど、まあ、この馬ゴールドシップ3区で母島アイルハバーナザーなんで、まあ、スピードはありそうですけど、そこまでキレで勝負するタイプかって言われると絶対そうじゃないでしょっていう中で、まあ、東京初戦スローペースで進んだ東京ですね、後方から行ったんですが、かなり速い足を使って4着ま でかつバードウォッチャーと 0.5 秒差の4着まで来てるというところで、なんか結構走れてるなっていうのがまず印象として持ってました。なので、まあ、そういう向いてない条件でそこまでやれてるわけですから、ババが渋ってきたら結構買いなんじゃないかって思ってたんですよね。まあ、なので今回注目してました。でそういう条件出てきてくれたんで、ここ走る可能性は全然あると思ってます。でハイランドに関しても似たような理由なんですけど、まあ、前走ハイランドに関しては、中山 2000m 使って、5着だったわけですが、この日って1月6日で本当にあの開幕週の中山ですから、めちゃくちゃ前が有利、インと前が有利だったっていう展開ですよね。でその中で、後方から行ってですね、このまま5着まで来ているという形になるんで、今回そこまで前有利じゃ絶対なくなっている、プラス、この馬かつ馬後3区なんで道悪は、ちゃんと走れそうっていう考えると、かなり上昇幅はありそうなんで、今回馬券内も十分あるなと思ってました。でまあこんだけ話して確かに普通に上げてもよかったんですけど、推奨馬に、まあ、ただその血統とか馬場適性で自力がやっぱりどこまでの自力差っていうのが生まれるのかっていうのは、やっぱり 今自分の中で検証中の部分ではあるんで、まあ、今回の推奨馬ではちょっと一旦見送りとして、まあ、一つのサンプルとしてですね、しっかりレースを見て今後に生かせればなというふうに自分の中で思ってます。まあ、ただなんかこう話してるとハイランドとかめちゃめちゃ買ってもいいような気がしてきましたね。副賞で僕ももしかしたら当日の気分次第では買うかもしれないです。で、最後になりますけれども、まあ、買いたかった馬いたのはもう一個はこの重賞なんですが、フィリーズレビューになります。阪神の11レースですねになります。で僕はずっと昨年からですね、次走出てきたら買おうと思ってた馬がいて、それはまあ今回、フィリーズレビューに出てくるシカゴスティングっていう馬なんですけど、まあ、この馬前走、まあ、G1 の阪神ジュベナイルフィリーズを使ったわけですが、まあ、そこで逃げて1頭だけ前行った馬の中に残して5着というところで、まあ、かなり強いなっていうのを思ってました。まあ、G1 らしく終始ペースが緩まない展開の中でですね、逃げて1頭だけ5着残しての5着だったんで、いやそうですね、次走これは相当買いだぞと、メンバーレベルもちょっと落ちてっていう形だと買えるなって思ってました。で本当に1着もあると思ってたし、生まれんでかつ相手もあれなんかしたらめちゃくちゃつくなっていうのを目論んでたんですが、まあ、今回コラソンビート出てくるんですよね。これがちょっと想定外、やっぱ想定外というか、まあ、多分普通に普段重賞戦線を追ってる人は知ってたのかもしれないですけども、わ出てくるんだと思って、そこで若干そうですね、馬券自体組み立てていくのはちょっとやめましたね。まあ、なんていうかコーラソンビート普通に強い、めちゃめちゃ強い馬なんで、まあ、状態もちろん桜花賞に向けて別にここがベストにしてくるとは思ってないですけど、それでも走ってくる可能性って普通にあるじゃないですか。で当然一番人気もするわけ でその馬で枠が一頭埋まって、かつなんか生まれに来ちゃったりなんかすると本当に旨味がなくなりますよね。なのでこのシカゴスティング以外の馬が混戦とかっていう状況を望んでたんですけど、万が一そうならなかったので今回見送りにしたって感じですね。ただまあシカゴスティング自体は結構、まあ、今回のメンバーであれば上位でやれる掲示板ぐらいは入ってくるんじゃないかなとは個人的には思ってます。まあ、なので副賞なので今ちょっと単勝人気もなんか2番人気とかなってて、そこもつきすぎはつきすぎだなって思うんで、もしなんか副賞で3倍とか 2.7倍とかつくのであれば、別に副賞で買うのは全然いいかなっていうふうには個人的には思ってるんで、まあ、そこも引き続き見てきたらなと思います。でもう一点、そのババですよね。ババ阪神は先週からまあ先週もの最後もそうですし、まあ、今週も、まあ、今動画撮ってる段階で
芝のレース2000ぐらいありましたけど、それ見てるとやっぱりまだ前が若干有利、微有利ぐらいの状況が続いているんで、阪神は。まあ、それがどれほどそのフィリーズレビューまでに変わってくるかっていうところですよね。で、結構差しが引くようになってきてるのであれば、若干割引は必要ですし、そうではなくてやっぱり逃げ展開っていうのであれば、このシカゴスティングより変えると思うんで、まあ、そういうところも見た上で、あとオッズ最後見て、まあ、副賞ぐらいで買ってもいいかどうかっていう感じだと思います。はい。そうですね。この時点でそこまでこのフィリーズレビューは他の馬たちじっくり見たわけじゃないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、非常に楽しみに見たいかなっていう感じですね。はい。で、今回の動画は以上になります。雑談も含めて最後まで聞いてくださっている方々、いつもありがとうございます。まあ、この動画のように週末に関しては毎週ですね、平場予想を中心に予想動画投稿しておりますし、また開催が終わればその週のレースで不利があったりとか、馬場が向かなかったりとかで構想しなかったけども、次走を狙いそうな馬っていうののリストについても動画にしてあげていることもありますので、まあ、引き続きご覧になっていただけたらと思います。まあ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。